友達以上の気持ち胸に閉じ込めてきた。いらっしゃいませ、ご注文は何になさいますか？いらっしゃいませ。ごゆっくりどうぞ。あの日から実家から毎日のように電話が入る。どうしてあそこまで俺の参列にこだわってんだろう。俺が結婚式に参列なんかしたら噂が沈静化するどころか寝た子を起こすようなもんだと思うけどな。だったらそう言ってさっさと断れよ。うめえこの味噌汁。言いましたよ、もちろん。じゃあもう諦めて参列してこいよ。嫌ですよ、せっかくほとぼりが冷めたっていうのに。お前さ、あれから兄貴とは話したのか？え、いや、まだ。じゃあさっさと話をつけてこいよ。兄貴の式なんだから本人が黙りゃ親も黙るだろうが。いや、こだわってんのは親の方だし、そもそも兄にとっては俺が参列するかしないかはどうでもいいことなんじゃないかな。俺を訪ねてきたのは多分まさきさんのことが聞きたかったからじゃないかと思うんです。まさきね、なんかお前の兄貴ってさ、いくらそいつと親友だからってちょっと変だよな。え、どこがですか？つまりあれだ、まさきの気持ちを知らなかったとはいえ、なんで一方的に全部お前が悪いと思い込めるんだよ。それは噂があったし。だからそこだよ、家族まで世間の噂に乗っかってどうすんだ。家族なら逆に噂からお前をかばうべきところだろう。俺ならどんなバカな弟でも、ホモになって迷惑かけられても、どんなに手がかかっても最後まで味方になってやるぞ。先輩、お前さ、本当はマサキってやつの居所知ってんじゃねえのか？え、知りませんよ。そうか、知ってんならかばい立てせずに教えてやれよ。当事者同士で解決させりゃいいだろう。いや、だから本当に知らないんですってば。先輩。ああ、なんか先輩急に不機嫌になったよな。いや、機嫌が悪いというよりも微妙に元気がないような。俺今日はこれで帰らせてもらいますけど、先輩は学校に戻るんですか？ああ、もうちょっとやっときたいことあってな。あの、今日はもう切り上げて俺ん家で飲みません？なんか疲れた顔してますよ。俺が？別に疲れてないぞ。そうっすか、気のせいかな。でもほら、たまには骨休めしないと。なんですかその疑いの目は。いやだ、どうせもっと疲れるようなことするつもりなんだろう。そんな、俺だって下心ない時くらいあるんです。嘘くせえ。本当に何もしませんって。もう純粋に心配してるだけなのに。この前セフレって言ったのまだ根に持ってるんですか？その単語を口にすんな。いた。俺はね、先輩が本当に嫌ならそういうことする気はないですよ。嘘つけ。前科のせいで反論できない自分が辛い。じゃあな、俺は研究室に戻る。よくわからない、先輩がどう考えているのか。セフレでもなく、ましてや恋人でもない。じゃあ俺たちの関係を一体何と呼んだらいいのか教えてくださいよ、先輩。ったく、森永は本当に下半身のことばっかでどうしようもねえな。
あれは。すみません、三丁目ってこの辺りでしょうか。失礼ですが、もしかして森永哲弘君のお兄さん。いや驚きました。声をかけた方が弟の先輩で、アパートまで送っていただけるなんてすごい偶然だ。本当助かりました。いや別に。あの、弟はご迷惑をかけていませんか。よく手伝ってもらってますよ。それならよかった。何しろ出来の悪い弟なので。そういえば今度ご結婚されるそうですね。おめでとうございます。ああどうもありがとうございます。弟さんの参列はいい加減諦めてやったらどうですか。は？無理に参列させても挙式にケチがつくだけですよ。なんですって。出し抜けに。一体何ですか。あなたは、弟があなたに何を言ったか知りませんが、他人がとやかく口出すようなことじゃないでしょう。それなら他人の俺にとやかく言われる前に、少しは身内らしいことの一つもしてやったらどうだ、このバカ兄貴。バカとはなんだ。バカとは失礼じゃないか。ほら、アパートに着いたぞ。2階の左端の部屋だ。あいつが起こした騒ぎを考えたら、感動されても仕方ないのに、それを大学どころか大学院にまで行かせてやっているんだ。身内の務めはそれでもう十分でしょう。失礼。ちょっと待て。何ですか。お前本物のバカだろ。くまだ。何をするんだいきなり。大学だってよく言うよ。あ、兄さん、先輩、何やってんですか。ちょっと。お前らはあいつが地元を離れてくれれば何でもよかったんだろうが、手のいい厄介払いだ。違うか。俺の弟もホモになっちまったから、あんたらが田舎でどんな苦労をしたかはまあわからんでもない。だからってあいつを厄介者扱いすることはないだろう。マサキってやつのことだってそうだ。マサキ。そうだ。本当のことを知ろうともしないくせに親友だなんてよく言うよ。笑わせんな。よく聞けよ。お前の親友はな、お前のことが好きだったんだとよ。マサキってやつが手首を切ったのも、お前がそいつにひどいことを言ったからだ。やめてください。それから先輩、なんてことすんですか。俺がどんな思いで何年も隠してきたと思ってんですか。いいんだよ、はっきり言った方が。お前だってすっきりしたろ。台無しですよ、台無し。哲弘、どういうことだ今の。悪い、今日は帰って、明日必ず電話するから。だが。必ずするから。ごめん兄さん、頼む。ごめん。